リステシュ・クリスティアーンはハンガリーの元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。リステシュはフェレンツバーロシュ TC ーーの下部組織でサッカーを学び、1993年にトップチームへ昇格を果たした。ハンガリー国内のスター選手であったデータ・ーリ・ラヨシュの後継者としてレギュラーに定着すると、1995年の UEFA チャンピオンズリーグ本大会進出に、 貢献した。この記録は大会がチャンピオンズリーグと改装されて以来予選を突破した最初のハンガリーのクラブとなった。クラブはグループリーグで敗退したがスイスのグラスホッパー中立棄戦で3-0で勝利を収めるなど勝ち点を上げた。国際舞台における活躍はいくつかのビッグクラブの関心を集め1996年に ドイツブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトへ移籍した。シュトゥットガルトでは、1997年の DFB ポカール優勝や、翌1998年の UEFA カップウィナーズカップ準優勝を経験したが、同じポジションには、ブルガリアのクラシミール・バラコフがレギュラーを務めており、リステシュは控えに回ることが多かった。2001年からは、 同じドイツのベルダーブレーメンへ移籍すると、レギュラーに定着し、2004年にはリーグとカップの2冠に貢献した。しかし、同年に怪我を負うと、この影響もあって、体調を完全に取り戻すことが難しくなり、2005年にボルシア・メンヒエングラットバッハへ移籍した。ボルシア・メンヒエングラットバッハでは怪我の影響により、リーグ戦5試合に出場するに止まった。2008年2月に、 フルスのフェレンツバーロシティシ c へ復帰をしたが、その2、3ヶ月後にラーコシュパロ対イークへ移籍。同年8月3日にハンガリーリーグで12年ぶりとなる得点を決めた。2009年6月にパクシエスイート契約。2011年にフェレンツバーロシティシ c へ3度目の復帰を果たした。ハンガリー代表としては、1994年に代表デビューを飾り、 2004年に退くまで国際 A マッチ49試合に出場し9得点を記録した。また、ハンガリー五輪代表として1996年のアトランタオリンピックにも出場した。ありがとうございます。